イタリア一部ラツィオに所属の MF 鎌田大地は、現地時間5月19日のセリエ A 第37節インテル戦にスタメン出場すると先制の左足ミドルを決めた。最後は1対1で引き分けた試合にイタリアメディアは絶賛の点数を与えている。イゴール・トゥドール監督の就任後、チームの中心選手となった鎌田。すでに優勝を決めた首位インテル戦でも先発出場すると前半32分。 味方とのパス交換で中央エリア手前まで進入。一歩持ち出し左足を振り抜くと、コースをついたミドル弾がネットに突き刺さった。鎌田は昨年9月2日のリーグ第3節ツナポリ戦、2から1、以来、今季2ゴール目。この1点で先制したたラツヨだったが 鎌田が交代で退いた後の後半42分にインテル DF デンゼルダンフリースに同点ゴールを許し1対1の痛み分けに終わった。イタリアのサッカー専門メディアカルチョメルカートコムは鎌田を7.5点と採点しカステリアの末の良い縦パスでシュートを導いた。そして2 0ルの位置から左足の低いシュートでゾマーを打ち破りゴールの隅へと決めたと絶賛した。また イタリアのサッカー専門サイト、プットメルカートウェブコムでは鎌田を7点として、この日本人プレーヤーはバイタルエリアの巨人であり、前線の司令塔としてだけではなく、フィニッシャーとしても機能する。実際にスコアを1対0としたのは彼の左足だったと称賛していた。3月まではマウリツ・ヨサッリ監督の下で冷遇されて良さを全く出さなかった鎌田だが、監督交代後はチームの中核として機能している。 25日のサススー路線で今季のセリエ A は終了するが、イタリアでの1シーズン目は良い印象を与えて終わることになりそうだ。